ジャンパー膝にはお皿の動きを良くしてあげてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、膝の痛みに関するヒントエラーを膝の痛みで悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、今回はですね、 YouTube の方からご質問をいただきました、室外靭帯炎、まあ、ジャンパー膝ですねで悩んでらっしゃってて、車を運転してると、室外靭帯に針を刺したような痛みが必ずきますということと、お尻のですね側面まで運転を続けてると鈍痛がきます、何かいい方法はないでしょうかというご質問をいただきました。はい、こういった症状の原因はですね、ほとんどお膝にあります。でなぜなのかっていうと、はい、運転中に室外靭帯の部分に痛みが出るということですけども、まあ、この方の場合は立ってあげると痛みはなくなっていくそうです。ただ運転中は痛いってことであれば、運転中と立ってる時の違いをまず見つけてあげるんですよね。ってなった時に関係しそうなのは股関節と膝ですよね。立ってる時はこうだけど、座ってる時は股関節と膝っていうのが気をつけの状態からこういう曲がった状態になります。で、痛む場所が室外靭帯のあたりなのであれば、ここに何か原因があるんじゃないかなというふうに考えられるわけなんですけど、まずこの原因は何なのかっていうと、室外化脂肪体ですね。室外化脂肪体、まあ、お皿の周りにある脂肪が動きが悪くなってしまうことによって、この状態に痛みが出てるっていうことになってきます。なのでおそらくジャンパー膝のあなたは膝のお皿の動きが悪いんじゃないかなと思いますので、今からそのケアの方法っていうのをお伝えできればと思います。そしてもう一つ、座ってるとだんだんこの辺ですね、外側の方、お尻から側面まで痛みが出ると思うんですけど、これは外側抗筋とか長径靭帯が硬くなっている可能性が非常に高いです。じゃあ外側抗筋っていうものがどこにあるのかっていうと、ちょうどここですね、太ももの外側、だいたいこの辺りに外側抗筋っていうのがあります。ボーリングを、ね、左足でボーリングを投げた時にここで踏ん張るわけじゃないですか。こう踏ん張って、この時にここ踏ん張った時に太ももの前の筋肉っていうのがピーンって伸ばされるんですよね。そういうストレスがかかってしまってるせいで、太ももの筋肉は硬くなってるっていうのも一つありますし、あとは半月板っていうのを断裂されてますので、その分筋肉がですね、半月板の代わりに頑張ろうってしすぎてしまって、筋肉が硬くなりすぎてるんじゃないかなと思いますので、そのストレッチ方法も一緒にお伝えできればと思います。はい、それではまず膝のお皿ですね、お皿のストレッチ方法をお伝えしていければと思うんですけど、用意してほしいのはこういったクッションですね、まあ、枕でも何でもいいです。軽く膝がこうやって曲がるような状態を作っていただけたらなと思います。ではお皿をまず皆さんあなたに見つけてほしいんですけど、お皿っていうのはですね、上下ですね、上下と、まあ、外旋っていってこの外にこうねじれるような動きですね、あとは傾き、水平内旋っていうのがあるんですけど、この傾きに関わってます。これらの動きが出ないってことは、室外化脂肪体が硬くなってきてしまって、それによって膝のお皿の動きが出ない、それによって室外靭帯に負担がかかってる可能性っていうのがありますので、ここをねまず一緒に動かしていきましょう。やり方はこういう風に、まずお皿を持ってあげてください。で、持ってあげていただいたら、こういう感じですね。こういう感じで、下上、下上、下上っていう感じでお皿を動かしてあげてください。で、わかんない方は、とりあえず上からですね、こう上から真下にまずグッと押さえて、その後こっちですね、下かつこっち。に皿をグッと押します、はい、この状態で揺らしてあげてください、はい、下に。で、逆、次はこっちから上ですね、上も同じです。こっから上って感じですね、はい、下かつこっちに引っ掛けてこんな感じ。本当はこういう感じが一番しやすいかなと思うんですけど、まあ、できない方は別々にやっていただいてもいいかなと思います。はい、はい、まずこれをやっていこうと思います。まあ、このバージョンでやっていきますね。30回やっていきましょう。10、
30。はい、そしたら次ですね、次は外旋、この動きを出していきたいなと思います。左足の人はですね、このてっぺんを 左手の親指ですね、右足の人は右手の親指、こういうふうに乗せていただいて、次は人差し指、反対の手は人差し指を下に、はい、この状態でこうひねるような感じですね。はい、この感じでまた同じように30回やっていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、という形ですね。最後がですね、水平内旋ですね。内旋、まあこれは手あると思うんですけど、この親指のぷくっとしたところをお皿の内側ですね、お皿の内側の方に軽くこういう風に添えていただいて、こういう感じ、こうお皿があったらこういう傾きが出るように動かしてあげてください。はい、こんな感じですね。こっちはあまり何もしてないです。右手の親指を使って お皿の内側をこういう感じでこう倒す感じですね。はい、これも30回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、それではですね、お皿の動きを調整したら最後、外側抗筋といって太ももの外側を緩めていくことをやっていきます。で、場所っていうのはちょうどですね、皆さんの太ももの前ありますよね、太ももの前のほんと真横、はい、この辺りが外側抗筋になります。なので左をやりたいのであればこのような形ですねになっていただいて、手ですね、手で真下方向にぐーっと圧迫を加えてあげてください。圧迫ですね、まあ、大体1箇所10秒ぐらいでいいです。で、10秒ぐらい経ったら次またちょっと下ですね、下お膝の方向に向かって圧迫を加えてあげてください。はい、でまた下、硬くなってる人はツーンとした感覚があるんじゃないかなと思います。でした、はい、ってことで今日の話をまとめていくと、まあ、室外靭帯炎ですね、車の運転中に室外靭帯のあたりが痛くなるのと、だんだんそれを我慢していると太ももの外側だったりお尻に痛みが出てくるっていうのがあると思うんですけど、そういったのはお皿の動きが悪いのと外側抗筋というのが硬くなっている可能性っていうのが非常に高いですので、それらのストレッチっていうのを試していただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今日の内容良かったなと思った方はいいねだったりとか、あとはご質問コメントの方でお待ちしてますので、ぜひコメントしていただければと思います。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。